エレナ・リステスカは、マケドニア共和国の歌手、ソングライター。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、マケドニア社会主義共和国スコピエ出身。幼い頃から音楽に関心の高かったエレナは、1994年に民族舞踊のクラブコチレーシンに入り、歌手などとして活動していた。1996年には、マック、カラオケショーでテレビに初出演。 この頃から英語、フランス語を学び始め、また民族舞踊クラブの一員としてブルガリアを訪れている。1998年には国内外の多くのコンテストに参加し、賞を受けている。2000年にはクラブの一員としてブルガリア、チェコ、トルコを訪れている。2002年にはマケドニア共和国の音楽ベースのリアリティショー番組、プレイ、サーチ エスタに参加、優勝し、大きく知名度を上げている。デビュー曲、オナ・ドラゴートはヒットとなり、デビューアルバム、デン・アイ・ノックは売り上げを大きく伸ばした。エレナはまた、ソングライターとしても活動し、4プレーランベア・アラバコスキ、アレクサンドラ・ピリーバ、マジャ・サズラ・ノオブスカ、ロバート・ビルビー・ロブ、デリカ・パンディリフスカ、アドリアン・ガジャ。 エミール、アーニャ、ベテラバなどのアーティストに歌を提供している。マケドニアでの大成功に引き続いてエレナは国外へも、プロモーション活動を広げ、2004年には、ルーマニアブラッシュオフのチェルブルであうる国際音楽祭に参加、2005年には、モンテネグロのヘルツェグノビで行われたスンチャネスカレで、N.I. ナ・ネボ、に、ナゼムジャを披露した。エレナのビデオクリップは、 MTV アドリアでも流れるようになり、国外での知名度も上昇していった。2006年3月4日、エレナは、ナインナハナを歌って、ユーロビジョンソングコンテストのマケドニア代表選考を勝ち抜いた。この曲は、ダルコ・ディミトロフのプロデュースによるもので、歌詞は、ブルチャクによって書かれた。この曲は、アップテンポのポップな曲で、R&B や、 ダンスミュージックなどの要素を織り混ぜたものだ。ユーロビジョンソングコンテストでは、決勝進出を決め、12位の高成績を残した。これは、同コンテストでのマケドニアの順位として、過去最高である。2006年には、ダルコ・ディミトロフのプロデュース曲、N.E. モグで、スンチャネスカレフェスティバルに参加。また、 アルメニアのエレバンを訪れ、ユーロビジョンソングコンテスト2006のアルメニア代表、アンドレのコンサートに、ゲスト出演した。10月には、ダルコ・ディミトロフのプロデュースによる、新曲、エッセン・ VO メネを発表。同年末には2枚目のアルバム、192をリリース。同アルバムには、ユーロビジョン参加曲の、ナイン・ナハナやサキの新曲、エッセン・ VO メネ。 N.E. モグなどを収録している。ちなみに、192とは、マケドニア共和国で警察を呼び出す電話番号である。2007年には、ユーロビジョンのマケドニア代表を選ぶ、フェスティバルスコピエフェスト2007に、ソングライターとして参加、ランベ・アラバコスキの曲、ベロ・イーセンの作詞を担当した。この曲はフェスティバルで3位入賞した。同じく2007年のフェスティバル、 スンチャネスカレでは、ボスニア・ヘルツェゴビナのロックグループレギナと共演し、彼らのヒットソング、ルバブ・ニー・イエザ・ナズを共に歌った。この曲はその年の最優秀デュエット曲に選ばれた。ありがとうございます。